こんにちは、犬のしつけハグの川島です。本日は犬のしつけハグのトレーニングの様子を実況解説していきたいと思います。はい、本日は柴犬のコロちゃんのトレーニングをしていきます。はい、普段はすごく甘えん坊でもうね、全然こう体を触ってもね、こう嫌な顔しないで、こう自分からこう寄ってくすり寄ってくる感じなんですけど、ちょっとねだんだんこうなんか嫌だなって思ってたりとか、特に足先とかそういう部分触ると結構激怒することがありまして、結構しつこく、ちょっとね若干今キワが見えてますけど、しつこくこうやり続けるともうそろそろやめろよみたいな顔をこうしてくることがあるので、まあね、そういうところでねちょっと本気で神に来ることがあるので、まあそれのトレーニングでコロちゃんはお預かりしてます。だんだんちょっとねこう歯茎が上がってきてるのがお分かりかと思うんですけど、まあもうこういうのはね柴犬あるあるですよね。ゆうちゃんと一緒ね、今一緒にお預かりしてる龍之進っていう柴犬がいるんですけど、その犬と全く同じような行動が出てるので、ね、こうねうなられたからといってやめてしまうと結局それできなくなっちゃうので、まあ、我慢をすることをねこう教えていかないといけないんですよね。で足先なんか拭かないとね、お家の中で飼ってるとやっぱり汚れちゃうんで極力拭いてあげたいですよね。まあ、あと健康チェックとかね、足の裏怪我した時もこんなうるうるされてたら治療もできないので、もうこういう部分はもう触って慣らしていくしかないですよね。自分からこう手出しておきながらこうなるっていうのがまたね嫌なんですよね。ちょっとおこですけど、まあ、神には来てないんで脅し程度ですね。これね、こういう風に来られるとちょっとこっちも負けたくないんでね、睨み合いが続くんですけど、本気で噛もうと思ってたらもうこの時点で噛まれてるので、ただ我慢自体はねしてると思うんで、もうちょっと我慢しなさいと。特に嫌なことしてるわけでもないんでね、こういうのはもう慣らしていくしかないです。ちょっとね、しつこくやってるとこう繊維喪失してくるんで、ここまでやっていくといいですよね。ね、特に嫌なことしてるわけでもないので、これねやっぱうなられると怖いと思うんですけど、そこでやっぱこう人が折れてしまうともうその行動自体ができなくなってしまうので、本当は続けていただきたい部分があるんですけど、まあ怖いですよね。はい、もう最後はすごく穏やかなコロちゃんに戻りましたね。でハウスでおしまいです。はい、それでは今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。